今から厚生労働委委員員会を再開いいいたたししまますすの異動についてご報告いたします本日、中田博史君が委員を辞任され、その補欠として、新藤兼彦君が選任されました。<laughs> 休憩前に引き続き、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。本田昭